様こんにちは。今回は岡山県と兵庫県にまたがる別荘地、播磨自然高原の物件をご紹介します。当物件は南東向きの斜面に建っています。前面の道路から数段降りたところに玄関があります。それでは宅内をご案内します。玄関を入ると明るく広々とした LDK があります。10畳のリビングは天井が高く開放感があります。ダイニングキッチンは8畳です。どちらのお部屋からもウッドデッキへ出られます。リビングから廊下を通り南側には3部屋の個室があります。こちらは和室 4.5 畳です。こちらは南側と東側に窓がある和室6畳です。突き当たりの階段を降り下の階には和室8畳があります。低い位置にある腰窓からベランダへ出られます。水回りはリビングと個室の間に設置されています。こちらは浴室です。こちらはお手洗いです。お手洗いは下の階にもついています。3部屋の個室がありますので、ご家族だけでなくグループでのご利用にもおすすめです。こちらの別荘で山での時間を楽しみませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。